こんにちは、こんばんは、おはようございます。いきなり噛みました、ゴスキャです。実を言うとね動画撮るのすげえ久しぶりなんだけど、そう、しばらく撮れなかったのよ。いや、具合悪くてさ、ほんと嫌になっちゃって、いいんだけど咳だけ残っちゃって、咳込んじゃって動画どこじゃないみたいなところなんだけど、まあまあちょっと回復してきたので、うん、今日もやってみようかな。はい、ってな感じです。一旦道具シリーズは お休みして、よいしょ、まあ俺の 目線に近いとこカメラということでね、あのミシン仕事をしながら、まあミシンについてちょっと話してみようかななんて、うん、思うんだけれど、よいしょ、まあ大きいじゃん、大物じゃん、だからそんな導入なんてダメだこれボツにしないというね。はい、そのまんまいきますね。大きいものだし安いものではないし、あれ切れない、パチンとね。俺はには関係ねえやって思う方も多い気もするんだけど、なんていうのかな、いずれねお仕事としてっていう考えてるんだったら、一つの選択肢としてね、持っといてもいいのかなと。今現状持ってなくてもだよ、ミシンを、って思うんです。なんでって言ったら、やっぱりね、何のためにって、要はいつか革職人になるんだとか、定年後にね考えてるんだとかいう方って結構多いと思うんだけど、まあ手縫いだけで勝負してる職人さんもいっぱいいますよ。もちろんいっぱいいるけど、なかなかね、そりゃそうよね。手縫いだけで勝負するっていう世界に比べたら、どっちもできりゃその方がいいじゃない。ね。で、やっぱり、ね、お仕事としてするっていうことは、時間、が全てというかね、よいしょ、1個作るのにどれぐらいの時間がかかるってあるでしょ。圧倒的にやっぱりミシンっていうのは時間という面では圧倒的に有利じゃん。だからね、鼻から否定するんじゃなくて、一つの選択肢として考えてもいいんじゃないかなっていう、それぐらいの感覚で思ってるといいんじゃないかな。なんかグズグズ言ってんでしょ。なんか本調子じゃないっちゃ本調子じゃないね。いろいろ覚えなきゃいけないこともあるしね、ミシン買っただけじゃ済まないしね、いろいろ他にも周辺パーツがあるしね。なんだ、なんか変だぞ。よいしょ、すごいものがね、もうすぐうちに到着する予定なんだけど、まあまあまあ楽しいことが起こると思うよっていう。ね、油が上から落ちてきてますね。まあそれは想定内だからいいんだけど。よいしょ、疲
う前にね、刺した油が一晩置いて下に降りてきたみたいな感覚でしょうかね。よし、ミシンじゃないと、なんていうのかな、勝負にならないものっていうのも結構あるからさ、ミシンだったら十分こう、仕事としてね、受けられるっていうのかな。ね、OEM とかでさ、1個いくらでお仕事を受けるとするじゃない。で、手縫いだったらね、1時間あたり、1時間にね、1個しかできないものが1時間に20個も30個もできたりするんだったらね、価格が20倍も30倍も違うわけでしょっていう世界よね。よいしょ。でもだからってまんま、やっぱ設備にも最初にね、お金もかかるわけだし、そんなにミシン縫いやからって安売りする必要はないと思うけど、ね、これ俺ずーっと補助テーブルつけて仕事してたけど、あれいまいち、なんだ、何かおかしい。ゴミが飛んだね今。まあ、なんかこうミシンってさ、どうなんだろう、なんか SNS とか見てても、まあ僕のフォローしてる、またウォールに流れてくる見える画像だけで言うと、やっぱりまだまだ少数派というか、なんというか、やっぱり趣味で始めるっていうのはね、やっぱりいきなりこいつこんなでかいものをの導入するっていうのはやっぱりハードル高いから、まあ少数派っていうのは少数派なんだろうなっていう気はするんだけど、それでもね、将来を見据えて導入してるっていう方もね、ちょいちょいおりますよね。さっきはここでね、糸が大丈夫だね。原因は何だったんでしょう。さっきエアで飛ばした時のゴミだったのかな。で、あっと驚くようなアイテムをもしかしたら紹介できるかななんて思ってるんだけど、これはかなりすごいことだねっていう。そして、ね、この ZIT ツールさん、ZIT さんで僕がミシンお世話になってるんだけど、この TK341 っていうこのミシンね、これね、他にも341あるみたいで、この3、だから間違いないところで買ってくださいね。
で、ミシンっていうのは、これ工業用ミシンっていうのは、ミシン単体だけでどうのこうのっていうものではないんですよ。ミシンと、ミシンはミシンで買って、テーブル、こういうテーブル、モーターとか、このこういう足上げとか、こういうね、ライトとか、こういうののセットアップが重要になってくるわけよ。ミシンだけ買ってはい終わりっていうものではないので、それとか例えばこういうテンションとかね、こういうのとかもいろいろこうオリジナルというか工夫されてたり、ミシンメーカーさんはそこまでこうつけてない、そう、どんなモーター、どんなテーブルで組むっていうのは、そのそれがミシン屋さんのこうなんていうのかな、 ZIT さんみたいなねところのこう腕の見せ所というか真骨頂というか、それとはあとはあれだよね、豊富な知識があればね、ちょっとしたトラブルの時だったりね、的確なアドバイスがもらえたりとかさ、で長いお付き合いになるからお店選びはすごく大事だと思うよ。ミシンの機種云々じゃなくって、にしてもこの TK341 はさ、俺もなんかいろいろ喋らせてもらってるしね、今までもいろんなアドバイスとか意見とか出させてもらってるし、ほんでラスカスさんがいろんなものを開発してきてくれてるし、周辺パーツの多さ、専用パーツねを考えたら、すごく魅力的な機種だと思いません？で、使ってる人が多くなればなるほどね、いろんな情報も共有されていくしね。それとかやっぱマイナーなものっていうのは危ねえ、例えばこんな押さえ一つ取ってるにしろ、こういうオリジナルのね、いろんなものとか、かゆいとこに手が届くようなパーツ、オリジナルだけで使えればいいんだよ。でもそうじゃない場合って多々あると思うんだけど、困ったなぁ、せっかくミシン導入したのにこれ手縫いじゃなきゃ縫えねえんだよなぁみたいなものがミシンで縫えるようになるっていうものをいろいろ開発してきているわけさ。それからメーカー純正だとどうしてもね、送り傷がつくようなものとかもつかなかったりとかね、より縫いやすく、より僕らのこう、なんていうのかな、手足のように扱えるような、そういうものに近づけるようないろんなものをこう作っていってるわけでしょ。そういうのが専用設計でこうポンポン出る機種って思ったらね、他のメーカーより一歩こう選ぶ理由として一つね、大きな理由になるんじゃないって思ったりもしてます。ここ本当目線に近いところで縫ってますけど、針が刺さるとこが見えるって、ここが見えるってすごいよね。普通はさ、ここ靴みたいになってるから針の刺さる場所って見えないんだけど、よく見えるでしょ。ね、純正のあれだとここが、ね、丸が大きかったりするんだけど、ね、ここの部分もこういう R 純正のだとちょっと寄り切んないようなところでも綺麗にこう沿って
いけるようなのかね。こういうのっていうのは、今まではさ、職人さんそれぞれいろいろあるだろうから、自分でやってっていう部品だったのよ。自分でゴリゴリ削るとか、それこそオーダーして作ってもらうとかね、ワンオフで。そういったところにも風穴開けたよね。ね、人、この、これだけでも何種類もこう変えることができるんじゃない？だからお好みのものに近いものがこう、交換できる。ましてやこのフリーダムなんて、どうにでもなるじゃん。足の種類もいっぱいあるし、足の場所も、ね、細かい前後左右の位置も調節できるしさ、こんなもの今までなかったのよ。今まではそのたんびにワンオフで作って、結局結構いい金額を抑えて、お仕事としてね、やる場合。一個二個だったら工夫してどうにもなるかもしれないけどさ、数多いものなんて作るんだったら専用の抑えがあった方がそれはやりやすいじゃん。それがこの一個の抑えでいろんなシチュエーションに対応できるなんていうことにね、できるようになったわけだし、本当画期的なことだと思うんだよね。でね、本当個人でやられてるようなところが、個人じゃなくて結構な量をさばいてるね、法人の方、お客様、工場のからもオーダーいただいて納品してる実績があるんでね、それとかインターネットわかんねえよって、どうやって注文すんだよって、俺の YouTube 見て、あ、これは使えるって言うんで頼みてんだけど、頼み方がわかんねえっていう年配な職人さんからもね、オーダーいただいたりとか、YouTube ってすごいね。そんなバリバリのね、この道うん十年っていう職人さんが俺の YouTube を見てくれたのかというと、ちょっと嬉しかったりもするんだけれど、そう、チョロさんがコメントくれたんだけど、これウォーキングフットミシンって呼んだりするのよ、海外ではね。日本ではこれ総合送りミシンって言うんだけど、これで送ってるでしょ、真ん中の。これで押さえて、で真ん中の足で押さえたとこに針が刺さって、針を刺したまんまこっちの足で奥に送るっていうのが総合送りっていうんだけど、上下送りっていうのは逆でこっちで送るのね。刺した針で送るから、刺したまんま後ろに送っていくから確実に送れるのよ。その代わり小回りが効かないっていうのかな、ガツンガツンって確実に送っていっちゃうから、これは好みなんだけどね。で、上下送りは上下送りのいいところとか、総合送りは総合送りのいいこととか、で、ここのね、下糸がいっぱい巻ける倍釜と普通の釜とあって、それぞれのいいところがあるんだけど、うん、今度出るものを装着すると、総合送りのマイナスなところ、が解消されてしまうという。もう341一択じゃんってなるんじゃねえのっていうようなものが紹介できるかもよ。思わせぶりでしょ。まだ目の前にそのものがないので、そこまでしか言えないんだけど、だから、
もう正直言ってしまう、重機に負けるなと、タキングの方がいいじゃねえかって言わしたい、うん、それぐらいの勢いですよ。ミシン買うなら ZIT が一番いいんじゃねえのっていうところはそんなに遠くないんじゃないかって思いますよ。でもね、この業界もほんと大変なのよ。ね、輸入するものってみんなね、軒並み値段が高くなってるからさ、遅いなって思われてそうですけど、確実にね。本当ウォーキングフットだよね。川の上を歩いてるみたいに見えるよね。前に歩ってるとするならば、左足で踏みながら糸を縫ってるっていうね、そんな感じですよね。よいしょ。こうして、だってこれこんなゆっくり縫ってるけど、手縫いで縫えてたらすっげえ時間かかるぜ。次の動画ではね、縁捻をやろうかな。これ縁捻入れなきゃいけないんで、ちょうど縁捻の回なんで、まあ説明はいらんよな、もうこれ、このミシンはな、これを見るのが一番わかりますよね。こういうことなんだっていうのがね。ほんで他の動画と見比べてみてくださいませ。いろいろこのミシンで縫ってる動画ってあると思うんだけど、ここの部分ね、今度この目で 見てる部分、押さえてる部分、どれだけこれが見やすいかね。あると思います。でも初めの頃はね、やっぱり早いしいいんだけど、ちょっと気抜くとババンってこっちにもう行っちゃうわけじゃん。手縫いだったら絶対失敗しないようなところさ、ほんのちょっとだよね。0. 何秒気を抜いてしまったがために、ここで止まるからいいけど、止まんないでもう一個いっちゃったらもう失敗なわけじゃん。穴が開いちゃうわけじゃない。だからすげえ早いけどすげえ疲れると思ってたんだけど、まあ慣れだわな、それも。よし。でもね、本当俺が子供の頃見てた縫製工場のおばちゃんたちのその縫うスピードったらよ、こんなゆっくり縫ってなかったと思うな。まあ縫ってる相手がね、革じゃなかったし、
布だったと思うけど、変なとこから出てる。あ、俺は何をやってんだ。ここ、こっち引っ張っちゃダメじゃん。これだよ。OK。そして俺が尊敬する職人さんもね、こんなカーブだからってゆっくりしないで、今一番速かったスピードでダーッと一瞬縫っちゃうようなのを動画で拝見して真似できねえなー。いつまでどこまで行ったら俺はそこまで到達できるんだろうって。まあスピードを落としてるんで、落とさないでビュンビュン行く練習もしてないんで、いつまで経ってもそんなところには行けないと思うんだけど、それでもいいんじゃないの、このスピードで縫えればって。よいしょ。ちょっ、縫い終わったよ。ね、ずっとカタ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 こう縫っていた動画だったんだけど、うん、これがね、次の動画、フチネン、もう何度もやってるけどね、フチネンにとっても、ああそういうことねっていう感じだっていうのが分かったかなと思うんだけど、縫う場所は一定の場所で上下前後にしか動いてないのを左手でずっとコントロールしてるでしょ、縫うのって。ね、同じで右手で縁捻を持って、ね、捻を引きながら左手でコントロールするっていうのは、ハサミでちょきちょき しながらこうやって回すのと全く同じなんで、そんな感覚があると縁捻っていうのは、上達するんじゃないのって、失敗が少なくなるんじゃないのとか、こう、いろいろなね、形に対応できるんじゃないのなんて、思ってます。うわ、見えねえ。よいしょ、ね、糸の処理をしております。ね、先端をちょこっと溶かして、その溶けたのを他の糸にくっつけつつ切り離すと。この方法だったらね、これ今裏に3本出てますが、表2本裏2本でもそんなに、なんていうのかな、目立つことはないんで、まあこれもね、裏に引っこ抜こうと思えば裏に引っこ抜けるんだけど、なんか全部裏で止めるよりはこの方がいいんじゃないかなって。作業してますけどね。よいしょ。あ、この後あれもあるのか、減り落としもあるのか。まあ今回は雑談な感じでゆるーく進めていきます。はい、そうそう、ワンピースネタなんかね、あんま話しちゃいけない気がしちゃってさ。ワンピース本当ファンはみんな分かってんだろうな、だから言わねえんだろうなみたいな、ね、まだ見てない人の気持ちを大切にしてるんだろうみたいなことをね、すごく強く思うのよ。だって今俺が見てるとこのシーンなんて、これは泣けるぜ本当に。ね、頂上決戦がちょうど終わって、まあとある方がここで出てきたかーっていう方が来てこう収めたわけだけど、すげえな、かっこいいな、やっぱり。
最初に見た時からずっとかっこいいな。うん、この先も要所要所でこう出てくるような気がするんだけど、もう楽しみでしょうがない、ここから先がまた。うん、ねえ、まだ半分も見終わってないんだけど、本当ねえ、これからまだ見てない人でこれから見ようって思う人は、すげえこう根性がいるっていうか、よし見るぞってこう思わないと見れないよな。だって1000話以上あるんだもん。でも見て損はないと思うよ。で、うん、だって俺が見始める前、俺も散々言われたんだもん、みなみなって。できっと俺は好きだからってみんな言ってた。うん、好きだ。うん、みんな間違えてなかったって思います。まだだ、裏やってなかった。ねえ、いろいろこのヒートペンなんか電池式のとか、あのガス式のとか、いろいろあるけれど、あるみたいだけれど、これ最強じゃない、やっぱり。ねえ、 AC100V なんでずーっと使えるし。ただね、そのいろんなやつに比べてお値段は多少するけど、お値段以上なだと思いますよ。今日はね、今日は日曜日なんだ。だから佐川さんも早くに取りに来たし、今日は日曜日。なんかすっごいゆっくり寝ちゃってさ、今日起きたら9時半とかでびっくりしちゃったね。なんかすっごいよく寝れた。よいしょ。寝すぎだろうと思いますけどね。よし、で、もう調子よくないね。まあ糸目を落ち着かせるっていうのもあるんだけど、今の糸の処理が悪かったら。ちゃんとここもね、あの糸の処理したところも叩く。でこの時点で外れてしまうようじゃ糸の処理がダメなんで、うん、一旦こうやって、そう思ったらこのゴム版って、これ安かった最安値のゴム版なんだけど、なんかずっと使えてるな。もっといいゴム版あんのかな。まあ使えてるんではあえてそんな安いからって高いものを買い直そうとは思わないけど、
なんか暑いな。うん。なんか体温調節がうまくいってないみたい、これ。なんかいまいちなんで、まだ体調が元に戻りきりません。よいしょ。まあこんな感じで進めていって、ね、これの次の作業が縁面なんで、これいまいちだな。これでいこうか。その時にね、また動画撮ろうと思います。よいしょ。今回の動画こんなんでいい？なんか雑な動画でいつもすいません。よし。てな感じで今回の動画も終わります。また遊びに来てくださいませね。じゃあね、バイバーイ。